ヤガチャガチャンネルは。さて、テープチェンジしてきたついでにですね、ちょっとパフォーマンス、要は動きをですね見直してくる設定を、施してきました。もうちょっとでもねノリノリノリ動いてくれるのが嬉しいので。さて、テイクオーバーコーナーキング、テイクオーバーはビッグマネーついてるけどやりたくねえってなると大したことないレースばっかだな。まあ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 やっていきましょうね。というわけでね、さっきやってたやり取り自体はね一回見覚えがあるやつだったのでね飛ばさせていただくとして、というわけでちょっとだけねグラフィック落ちたんですけど、あんまり気にならないぐらいですよね。あれがジャスミンの本心なのか、俺を偽物のクソ親父だと思ってるって、今までのことは演技だったのか。うちはそんな風に思ってないぞ。そうか、そうだといいが。当たり前だろ。いいか、リンクが貼ってあってもこれ以上見るなよ。たとえもし見たとしてもコメントは絶対に読むな。了解。あいつの思い通りにさせるな。ガレージが負けなんて嫌だろ。ああそうだね。よし、その調子で行け。覚えてるか、ケチらずやりきるだ。任せてよライデル、ジャスミンも驚くだろうな。またな。ね、今左からすり抜けようとしたら軽い事故が発生しましたけどちょっと今誰よりも私がびっくりしましたけど、そんなとちり方すると思って私が一番びっくりしましたけども。さあ、というわけで、またですね、集合場所の方に行って、レースガンガン受けていきたいと思います。あぶねえニアミス。さあ、というわけでございまして、追跡されながらのレース展開ではありますが、とオッケー、無事1位でゴールね。もう3,000-4,000ドルのために必死こいてレースするっていう状況が続きますね。まあつってもね、ヒートレベル5まで上げればそこのねバイアスかかるからその分ちょっとお得は出るんですけど、1台ぐらいだったらもうあれだよね、テイクアウトしたいよね。本当にテイクアウト、テイクアウトは持ち帰りですね喋るのやめるわ。こちらライデルライド、どちらまで。ハローよ、レイクシュア警察とやり合って車を乗り捨てる羽目になったの。急いで情報送ってくれ。さて、隠れ家がもらえるミッションが湧いて出てきましたね。これはちょっとさすがに行った方がいいかなと思うんですけど、どれぐらい離れてるんですか。あ、そんなでもないかな。よしよしよし、じゃあこれでまた隠れ家を一つ増やしつつちょっと運用しやすくしていきましょう。やっぱりね、隠れ家があるかないかは結構重要ですよ。どっからスタートできるかっていう話なのでね、早速こっちの方に行きましょう。はい、ご到着。ベアぶっ壊そう、ドン。はい、というわけでお待たせしました。全額支払い。さあ、警察を振り切れ。あー、でもこの車のままやんなきゃいけないのか。失敗したな。様ね、動揺してるの分かる。やれるだけやってみる。警察に気づかれないように隠れ家へ連れていくよ。やり取りが少ない。本当に運転がうまいの。今のレビューに載せてもいい。家に返してくれたら話す。結構いい場所じゃん。そこで警察に止められたの。そうでしょ。でも止められなかった。急に道の外に追いやられた。なんで道路から押し出されたの人種のこと以外に理由なんてない。私らみたいなやつを高級住宅に入れたくないだけ。ひどい目にあったんだね。あそこに住んでるの。だったら送っていけるよ。いや、隠れ家まで連れて行って。さあ、あれですよね、一人また一人でキャラクターのバックボーンを分かっていくの楽しいですよね。大丈夫でしょ。 OK。 なんかね、ライバルのことがちょっとずつ好きになっていく設計はね、めちゃくちゃいいと思う、個人的にも。探してた。もう分かんない。心変わりしたんだね。そうね。あ、奴らを振り切って。あー、低速で移動してるから行けると思いました。トンネルに入ります。さーて、とりあえずトンネルだったらね全然どうでもいいので、ヘリコプターは。バリケードを展開した。さあ、バリケード出口に展開されるとしんどいんだけど大丈夫そうだね。で、よいしょ。まあまだまだ何？
ヘリコプターがどうのこうの言うてる、あ、ヘリコプターしかいないじゃん。ヘリコプターがどうのこうの言うてるフェーズじゃん。あーでもレベル2のパトカーが多分ヘリから場所聞いて俺の位置理解してんな。それがなかったらね、こっち側のところでエンジン切って逃げ切りで終わりでいいんだけど、多分来ちゃうんじゃないかな。どうでしょう。邪魔が入る前は何の話してたの。それそれ。そうね、多分。いや、あんなムキムキの筋肉バカの嫌がらせで夢を壊されるなんて真っ平よ。でも悲しい、強い女性が加われば街は変わると思ってたけど何も変わってない。未だにバカどもがここを支配してる。オッケー。やるじゃん。で、まず逃走成功の報酬をもらいつつ、そうなのよ、逃走成功すらもね、お金をもらえるっていうところの価値が非常に強い。で、これが新しい隠れ家かい。よいしょ。今日のことは感謝してもしきれない。役に立ててよかった。あんたはちゃんと聞いてくれた。他のやつも黙ってそうしてくれればいいのに。とにかく私の家はあんたの家、うまく使ってよ。じゃあな、ハロー。オッケー。さあというところで、逃走は終わりましたが、支配された町、支配された町はテイクオーバーイベントなのでやりたくないんですよ。やりたくないので、普通にそうですね、4000儲かるコーナーキングですかね。でまだ警戒度4でしょ。なので舐めてかかってるので、今ちょっとでもね金がないと話が進まんで、まあなんであれですかね、他にもイベント発生してくれたらいいなぐらいの感覚というか気持ちの上のもとで、これは追走発、あの逃走、追走劇始まっちゃいますね。まあじゃあ安全運転で向かいますか。マジかよ、マジか、向かいから来て一瞬で安全運転終わりか。めんどくさ。まあとりあえず目的地付近まで向かっときつつ、まああれだね、逃走のお金ももらいながら、さらにねリスクも上げていって、倍率上げてって、賞金上げてって、新しい車買いますか。さあ、追加できたレース自体もですね、特に問題なく、おっと正面からパトカーめんどくさね、特に問題なく1位取らせていただいて、プラス4000ドルと。で途中途中にね、あの逃走も入ったので、まあ、賞金的にはあのそこそこ高くなったかなっていう認識ではございますね。さあでどうしましょうかね。ちょっと悩んでるんですが、走行車はどうしようもないんですけど、さあできればここにある B も取っときた、あ B じゃねえな、あのここら辺のも取ってから抜けるか抜けないかでちょっと悩んでんすよね。まあとりあえずレベル5マックと1000円だかお小遣いもらえるので、とりあえずお小遣いをもらって、よいしょと、あやばい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 、よいしょと、とりあえずねこいつら巻いて1万5250ドルは持って帰らねばならないので、またこれもサクッとちょっと、ね、抜けていきたいと思っております次第です。やったー、やばい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 、 HP がもう全然ない、やばい、これはダメかもわからんね。15250ドルが、それはストレスでしかない。ちくしょう、パクられた。埋め合わせの金は十分稼げる。
いやパクられるのしんどいな。というわけで夜の稼ぎは0円でしたと。まあまだね、全然これからの展開があるから。信じられるか、市長がレースに関するスピーチで警察の取り締まりを強化するって。あれは憲法違反とかいうやつだ。法律の一つを破ることになるだろう。ああ、どれのことだ。挑戦好きだろスピーディー。いいのがある。接近戦イベントが開催中だ。大金を稼ぐチャンスだけど、一度のミスで全部失うことになる。だから無理はするなよ。まあとりあえずミリオネアドライブとストリートレース、ここら辺で、僕はもうここら辺が、あ、BA か、 BA か、そうやね、 BA、 うん、そうだね、ここら辺をどういう風に運用していくかっていうところにはなっていくかな。本当はガレージもアップグレードしてね、もう1ランク上に届くようにしていきたいんだけど、まだな感じもあるんだよな。よいしょ。まあとりあえずここら辺にね、こんだけ大金のイベントがあってくれたりするのであれば、 B の14000こすりつつ、でもほとんど A だな。さて、ちょっとレースを続けてですね、 BAA プラの車をそれぞれ作りました。要はレースが出れないのがめんどくせえなと思って、 A プラが出れないとか、なんかそういうのが出ちゃうとやっぱりちょっとめんどくさいなと思ったので、それぞれに出られるようにある程度体制を組んだみたいな感じですね。ただ今日全然レースねえな。まあ、ここの1万もらっとくかという感じでね、ちょっと要は昼間に金稼ぎやすくして、ある程度そこの性能をちゃんと持てるようにしつつ、ちょっと金稼ぎをするにしても、それぞれ運用ができるようにドンしてみました。というわけでね、これでちょっと金稼ぎを頑張っていきたいと思います。さて、水曜日の夜まで来たんですけど、ここにねランエボのねもらえるレースがあるんですけど、1位にならなきゃいけないし、あれなんですよね、なんだっけ、ドリフトイベントみたいなやつ、テイクオーバーなんですよね。だテイクオーバーなので、ちょっと今回いつも乗ってる車をちょっとドリフト仕様なこういう感じに変えてみました。っていうわけでドリフトチューンにした状態で、まあランエボがね獲得、初期獲得の時点で A だったんですよ、クラスが。なんで初期獲得の時点で A ランクの車があってくれれば、まあチューニングも楽になるし、なんかゲーム展開的にその車のバリエーションは、やべ、これダメだな、多く持っといた方がいいぞっていう雰囲気はあるので、あ、大丈夫、助かった。なので軽めのね流しですぐにドリフトができるようにして、ちょっと挑んでいきたいと思ってます。172,112は出ねえべ。とりあえずもうここのリトライだけで今回ちょっと使うぐらいの気持ちでやっていこうと思ってるので、まずここでちっちっちゃいドリフトが4連続、うまいことここでコンボを稼い、なんか一瞬今なんかロールバックしてみたいでしたけど、稼いで、でクイーッと、あ、ドリフトでも何でもねえな今の。でここに関しては、あー、真ん中激突しちゃダメなやつか、激突しちゃいけないやつとか教えて。このイベント毛嫌ってっからさ、全然わかんねえんだよそういうのっていう感じで、ちょっと流しドリフトができやすいようにはしたので、まあそれで何歩ぐらいになるかって感じっすよね。実際問題このイベントさ、何がわけわかんねえで、ドリフト自体のイベントは何、ドリフト自体のポイントはそこまで高くないんだよね。だから結局ちゃんとコンボ決めてそれっぽいスコアを叩き出さなきゃいけないっていうところがこのイベントのミソだとは思ってるんですよ。
なんで掛け碁の倍率取ってうまいことそこからこうやってドリフトとかにドリフトできてねつなげてみたいなことができればちょっとはスコア伸びるのかなとか思ってるんですけどね。さあコンボが全部回収されて67,200 でさっきあの激突しちゃいけないパネルに関しては理解をしたつもりなのであれは取らないようにさせていただきつつ取っていいのは激突してくなんでこれで言うとここのやつは激突した方がいいんでしょ。でまたドリフト効かせながら反対側にも流してっていやこれがちゃんとできるようになったのは成長じゃないですか。というかカスタマイズということを今まで知らなかった俺が悪いんですがやっぱりねハンドリング性能のカスタマイズができるっていうのにはそれ相応の意味があったんですねという感じですね。でジャンプはしっかり決めてくでまたドリフト流しながら運用してコンボボーナスのスコア等も入れていきつつかける5倍はキープして入れられるスコアは入れていきつつよいしょとであと1周ですよね。あと1周あるんですよね。だから、まあ、適当に激突してスピード出した状態で流してとりあえずドリフトを入れてでこのドリフトが、ね、500何歩入ればかける5になったらちょっとポイントが上がるはずなのでドンでまたここもちょっとドリフトしながら入っていってよいしょさあ18万。よしこれで1位になったのであとは激突しないように抜けていくだけですね。いや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 やっぱりねなんだかんだ言いながらこの車のことやチューニングのことが分かってくるとでなおかつこのゲームが求めてる内容みたいのがね理解できてくるとねそれがしっかりとスコアに結びつくのは気持ちいいですね。どこでしょう。はい、で、最後4000が、あ、やべべ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 べ、よっしゃ、20万、もう20万ですよ、オーバーキル3万。あ、このカスタマイズでいけば、ドリフトイベント、そこまで恐怖感ないっすね。よしよし、今までドリフトはね、金稼げないイベントだと思ってましたけど、ちょっとそこの誤解も自分の中で取れたので。ランエボもらう金もらうドリフトイベントも今後は乗りこなすこれらを全部やってねさらに金稼いでいきたいと思っております。よっしゃー。お今のはすごかったぜ。完璧だった。いいっすね。で4になっ4というか5ですね。これはもう素直に引くべきだな。確か家近いでしょね。こちらライデルライド行き先は隠れ家だ。隠れ家どこ。イベントのルートにしたいけどまあまあ隠れ家もらえるしだな。さあというわけで相変わらずではありますがあーやべーはえーうわーお早かったな今検知まで。星子は舐めたらいかんぜよ。あぶねえ。無線を傍受してるが捜査が強化されるって話で持ちきりだ。ありがとうライデル、警戒してくれてたんだね。何がヤバいのかを教えてやってるだけだ。不必要なリスクは取るなよ。隠れ家のシナリオは追いかけたいし隠れ家も増やしたいからね。よかったと思ったけどあここの細道かよいしょ。今日も逃げ切れ。レーサーを隠れ家まで連れていく。えまた警察追跡モードになるの。ああなならねえけどなるな。そこですれ違ってああもうダメだもんね。でどこまで行くの。ここか。えとりあえずさここら辺まで行こうよ。あいつに遠慮は
いや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 、目的地に寄りながら逃げたいってもんでしょうよ。ダメだ、レベル5なのよ。やっと終わった。なんだけどすぐ後ろにヘリコプターいるんだよな。スポット入ってるよね、大丈夫？うわ、ぶねえ、怖え。もう持たんよ。ただでさえ目的地も遠いでしょ。さあレイさん、ストーリー喋らないの？これは動画に収録してやろうと思ってたんだけど、一人一人やっぱりね、レイさんの背景みたいなのもね、ニードフォースピードの魅力だと思ったんだけど、喋らねえよこいつさ。逃走中ずっと悪態ついてたの。警察にぶつかるのが好きなようだなとかさ、いい加減にしろとか言われながらさ、こんな感じでなんか褒めゼロ怒り10みたいな、ツンデレだったらツンツンだよ。いや、なんかもうちょっとさ、こちらのことを盛り上げる努力はしてほしいものですね。なんかね、なんか可愛げのあるセリフ言ってくれるかどうかでこちらもモチベーションで変わるものよ。ヘリコプターだ、ヘリコプターだ、まずい。よいしょ、こっち来んなよ、あの1来んなよ。よし、たまたま屋根があったからよかったけど、まあ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 、こんな感じでねやってくしかないので、まあなんとかこのレーサーを無事送り届けて、隠れが、あ、待って、新しい隠れが出してって言おうと思ったのに今前方から来てたよな。いやー落ち着かねー。あ、左側になんかバグってるマップあんな、なんか団地みたいなところがミニマップでバグってる。また装甲車いるじゃん、勘弁してよ。ちょっとジャンプしたな、ちょっとジャンプしたなじゃないのよ、あんた送り届けるからね。なんとか着いたし、ガソスタもあった。ダンカンベイってエリアか。いやいやいや、着いたぜ。はい、ここが隠れ家だね。俺にとっての安全な場所だ。便利そうだ。行き場が必要なら任せろ、お互いに助け合うんだ。ありがとう。じゃ気をつけてな、また会おうぜ。ああじゃあな。オッケー、というわけで今回はもうこちらの隠れ家にて帰っちゃおうと思うので、さすがに星5はしんどい。ただでさえ逃げるのしんどいのでガレージに入れて終わっちゃいましょう。さあこれでランエボもゲットしたし、金自体も35,000円で、まあ今何曜日だ、まだ結構早いよね。だから金自体もあるし、あ、スプリングデュー、さあなので5万ありゃよくて、今水でしょ、だから木金があるから、そこで金も稼いで5万を用意しつつ、なんだったらだけどガレージのアップデートも検討しちゃおうかな。うん、でパーツ的にはこいつなんかはスーパーまで持ってきゃ A プラどころか S まで狙えるし、まあ例えば車で買うとするならばだけど、そうね、レーティングとかで見て、反対から待とうが早いわ。で反対から回れない、くさー。さあというわけでガーッと持ってくけど、 A プラで始まる車で行くとだいたい10万ぐらい。まあだからここら辺のスポーツカー買ってもうなんか S プラスまで持ってっちゃうっていうような手法もあったりするよねって感じだね。まあちょっとやりようは考えなきゃいけないけど、引き続き金稼いでいきましょう。